わつかりんりんです。ポスト、こんばんは。やっほー。やばい、なんか珍しいさ、縦向きというiPad を縦向きに置くという画角で配信してるんだけど、なんかコメントが読みづらいなコメントがもう全然見えんかも。戻そうかな。今日からモバメ撮ったって、嬉しい、ありがとう。自己紹介メール間に合ったかなね、嬉しい、ちゃんと撮ってくれたのね。え、そう、いつもと違うでしょ、珍しい画角でしょ、気分転換。今日は花だれ公園、ありがとうございました。楽しかった。今日緊張してたんだよね。これはこの服着てたらいつも体操着って言われるけど、体操着じゃないから、体操着やないよ方がコメントが見やすいのかな。画角的にはどっちが好き？これか、このいつも画角か、あなたはどっち派？たまには縦もいいかも。フォローしましたって、ありがとう。え、どっち派もいるんだけど、斜めはちょっと難しいかな。ちょっとショールーム的にね、ないかもしれない。しゅういちさんめっちゃかわいい、ありがとう。ウィンク、今日プラメ登録しましたって、ありがとう、嬉しい。あたおさん、じゃあ今日からね、よろしくお願いします。8月は暑い月になります。一緒に暑い月を過ごそう。ヤンカーさん、俺の嫁、ありがとう。初花だれ楽しかったって、嬉しい、よかった、楽しんでいただけてたらもう嬉しいよ。さやからメール受信しましたって、今日からよろしくって、なんかさ、今日から撮ってくださってる方多くて嬉しいんだけど嬉しい、嬉しいな、本当に。山井さん、クマありがとう。くま
ルマさん、なんだこれは、なんか冷たそうなやつ冷たそうなやつ、ありがとう。ゆずきちさん、お花、なんだっけこのお花、ハイビスカス、え違うかな、お花ありがとう。南国おばめ継続したよーも、ありがとう。ずっと撮ってくださってる方もありがとう。カズサさん星10個ありがとう。めっちゃあった気がする、あめっちゃ目があった気がする、見てたよ見てた、ね、初花だれ、来てくれてありがとうね。いっこうさんありがとう。やばい、読みづらいなコメントが。悩ましい。コメントのサイズをちっちゃくしたらいいのかな。秀一さん俺の嫁ありがとう。ひゅんちゃんめっちゃかわいい、ありがとう。よしよしよし、さっきのが良かった。コメント的にはこっちの方がこう見やすいだけど、あれだよね、多分こっちの方が話してる感でん話してる感でん、なんか目線あって普通にもう対面でお話ししてる感じならん、こっちをそう見てる。やっほー、見られてる感ある、お話し会みたい。確かにそうかも。こっち見ないで。でもそしたらコメントがこのさ画面下半分しか見れないからすぐ流れてっちゃうね。という感じ。今日はまとめ髪しました。割とね珍しいんだよまとめ髪するのって。よし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 、まとめ髪、えどんな感じか後ろわからん、見てないかも。どうなってる？まとめられております。お団子綺麗にまとまってる。複雑になっとるん？え？取れた？めっちゃお団子じゃん。思ったより、ね、お団子になってた思ったよりお団子やった。めっちゃお団子。後ろはね見えないからね。すごいね、涼しかった。トラさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ふふふ、え、そうインスタのさストーリー見てくれた？今日今日かびっくりして感動して載せちゃった。
にやってもらったのって今日はメイクさんです。ホットモットじゃなくてホカ弁、ホッカホッカ亭なの、ホッカホッカ亭だって。ホッカホッカ亭、え、そう、ホッカホッカ亭のお弁当で8月1日からヒロアカとコラボしてて、してたらしくて、そう、クリアファイルもらえました。待って、めっちゃさ、これ反射で家が映るんじゃない？え、映らん？反射でさ、反射でこれ映らん？反射大丈夫そう？ちょっと反射大丈夫かな？反射が不安なんだけど、私これ大丈夫かな？反射大丈夫？そういう感じでもらったんですよね。でさ、なんかもうめちゃめちゃもらった。普通に初め1枚クリアファイルもらってたんだけど、なんだっけ、そのいろんな、もう大量にね、もらっていいよって言われて、最後見てすごくない？めっちゃもらっちゃった。すごいな、もう私今世界で一番このさ、ホッカホッカ亭のヒロアカのオリジナルクリア、オリジナルクリアファイルコラボのやつ持ってると思う。すごくない？面白い。そう、はじめね、1枚だけちゃんともらってたんだけど、どれだけ弁当買ったんってどれだけなんだろう、わかんない。多分メンバー分とスタッフさん分とかも合わせたら結構な量だと思う。ヒューガヒャンさん、面白い女、ありがとうございます。2つ、え、そうそう、多分スタッフさんの分もあるからさ。え、でもさ、聞いてほしい、残念なことは、私爆豪勝樹くんが好きなんですけど、爆豪さんは第2弾のクリアファイルにて登場するっぽくてなかった。悲しい。え、しかもさ、ヒロアカさ、もう漫画がさ、あれじゃん、来週で完結じゃん。だから私もうここ最近ずっと頭の中ヒロアカのことしか考えてないぐらい、ずっと最近もう脳の何割かはヒロアカが占めてるので、そんな中でなんかお弁当の横にあってびっくりしちゃった。もうそう、今ヒロアカ脳です。私ヒロアカはめちゃめちゃ好き、ずっと好きです、学生の頃から。でもこれみんな写ってるやつ、みんな写ってるやつだから嬉しい。ストーリーにさ、載せようかな、開封。載せちゃおうかな。あれ、なんか上、唐突なストーリータイム。なんかにやけてて気持ち悪いので撮り直します。一応は保存はしよう。あ、コンプした写真見たい。じゃあそうしよっか、コンプしようか。じゃあ、え、そ
そう、ヒロアカの映画もね始まったよね。え、絶対行きたい。あ、デクですね、デク君。カツ丼持ってる。え、なんかさ、カツ丼だからコラボしとるのかなとかちょっと思ったけど、あ、みんなそれぞれ違うお弁当持ってるんだ。デクはカツ丼ですね。じゃあ、あ、反射が、えい、あ、また全員のやつ。コンプリート。え、さすがにできるよね。これでコンプリートできんかったらさ。あ、またデクだ。やばい、どうする？さすがにできるか。何種類かな？第1弾。あ、とどろきくん。とどろきくんです。これはなんか唐揚げ弁当持ってる。そばはさすがにないのか。今3種類。第1弾何種類なんだろう？ 4 種類だったかな？なんかチラッと調べたとき。全4種類だよって、ありがとう。じゃああと、あ、お茶子ちゃん出ました、コンプリート。え、なんだろうこれ、何持ってるんだろう、ちょっとわからん。コンプリートもうした、早い。これだけあったらするか。コンプリート、ふふふふふ、4種類コンプリートだぜ。ストーリー撮ろうかな。コンプリート、どうやって撮ろう。こうして、エンデバー推し？エンデバーはちょっとファイルがになってない。え、でも私はバクゴーさんとトガちゃん推しです。でもファイルない、悲しい。なんか難しい、難しいんだけど、なんか全部映んない。ようちゃんさん、ありがとう。お花よし、よし、いや、よしらへ映るの難しいです。なんかさ、か、どうしたらいいんだろう。横、来るかな。こうしてちゃんとばらけさせて、いけてる？あ、いい、今いい。あんまファイル映ってないけど、もう雰囲気でね、雰囲気でちょっとよろしくお願いします。コンプリート、うん。
なんか私この文字をさの大きさとかでもなんかいつも悩んじゃうよね。ちょっと私のストーリー制作だいぶ長いんですけど大丈夫そう？コンプリートできました。4種類コンプリートできました。本日はノーカットでお送りしております。明日のケロメール用ですかって今は今インスタのストーリーにあげるようですリアルタイムで。え、コミックス持ってるよ。全巻持ってるけど途中の巻までは本で持ってるけど途中から電子書籍で買い始めた。もう置き場がなくなっちゃって。ヒロアカは送ってもらってる、広島に。文字は黒、黒の方が見やすいんですかね。文字の色、なんか見づらい。白にしてこれかな。文字の色をこうして、いちいちインスタのストーリー載せるのなんか緊張しちゃうよね。よし、載せた。出ました。ふふふふ。インスタグラム、なんかストーリーは動画載せれるからいいよね。もう押しちゃった。ギフト読めてるかな。みんなありがとう。翔一さん、守りたいこの笑顔、ありがとう。爆豪推しだったらワンピはゾロ推しでしょって。あ、でもゾロも好きです。でもトラファルガーローとエースが好きゾロも好きですね。意外と体柔らかいんだねって。今日のお休みメール、お休みメールは初公開初公開の姿を送りました。多分初公開。なんであの瞬間写真撮ったのかはちょっと自分でもよく分かってないです。私体結構やばいのかな。普通にでもペタってつくです。トン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 、貴重写真だった。え、そ
これもさ、ファイルさ、なんかね、なんだっけ、応募券みたいのがついてるみたいなの。だから全部応募しようって思って、応募券がね1枚ずつついとるんよ。だからちょっと全部、でもシリアルコードを全部さ、これ打つのなかなか時間かかりそうなので、お休みの日に、当たるかな、ちょっと当たったらまた報告するね。そう、あれ、シリアルコード、ちょっとごめん、なんかチート使ってるかも私、大丈夫かな、訴えられないかな。でも分からん、狭きもんか、狭きもんだね。確か50名でも全国で50名ってさ、無理じゃない？だって全国ででしょ、なかなか。狭きもんですね。ヒロアカ好きな方世界にいっぱいいるからね。心を折れずに頑張ります。ポチ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 します。シリアルコード、ちゃんと全部取ったかな、なんか袋に残ってる。ひーちゃんがヒロアカグッズ羨ましがってますって、本当？ひーちゃんヒロアカ、え、誰が好きなんだろう、推しがいたらあげるよ。だってもうめちゃ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 ある、お弁当の数分あるので。今日ねユニット曲させてもらいました急に話変える人え、そう、全然全種類、全種類でも私も多分めちゃめちゃかぶるんでなんなら、なん、もう3、4セットずつぐらいあげれるかも。なんか今日の公演は見どころがありますって言ってたんですけど、日替わりユニットでした。日替わりユニットは何度かさせていただいてたんですけど、なんか最近とかはずっと誰かといたいをすることが多かったので、単日植物は本当に久しぶりだった。いつぶりなんだろう、あやパンと出演以来だったから。去年の生誕祭以来、1年以上ぶりか。そうなんだ、そっか、そこでか、単日植物したの。ほう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 、久しぶりやったんよね。そう、その時はパンちゃんと朝練し付き合ってくれて練習しました。
今日めっちゃ緊張した。本当に大丈夫でしたか私の短日植物大丈夫だったかな。すごい緊張した、珍しく。下さんと朝練したので、でも朝レッスンがあったのでそこでした。レッスン上でレッスンしてから、レッスン上で全部通して、リハ会場ついてリハーサルも全部通してだったから、今日はいっぱい踊りました。サラピトだった、嬉しい、楽しかった、楽しかった。そう、どうしてそこまで緊張したのって、なんかちゃんと練習していったんですけど、朝レッスン上でしたらなんか全然なんかちょっと変なことになっちゃって、え、やばいやばいやばいみたいな、もうそれで不安すぎて、もう本番前とかもずっと慌てふためいてた。動画見て、ここがこうで、ここ最後私が後ろでとか、今日花垂れ初めて行って、ほんまさやかちゃん可愛いってなりましたね。変な声出ちゃったありがとう、花垂れ来てくれて。楽しかったですか？また会いましょう その後ね、あのユニット終わった後、本来履ける場所から逆の場所から履けようとしちゃって、でもあれはサラピがそっちに行ったんよだから実は緊張してたのは私じゃなくてサラピだった説出てるちょっと緊張して、あの気がね動転してたのかもしれない楽しかったです、またしたいな。リア中も今日初花だれで頑張ってた、偉い子です。絶対緊張してたと思うからね、いっぱい自分を褒めてゆっくりしてほしい。ですね。ドキドキよ。私あの短日植物久しぶりの一曲で今日なんかはめっちゃドキドキだったのに。えらい子や。なんて褒めてきたのって、なんて褒めたかな。えらい子。よしよし、絶対いっぱい頑張ったよねとか言った気がするなんて言ったかなね。また一緒に出たいな。普段はあまり緊張しないのって、最近なんか緊張しててもあんま緊張ってわからないんですけど、
今日はもう心臓がバクバクだったから、あ、やばい、めっちゃ緊張してるって思って焦った。でもそうね、花だれはねもう秋ぐらいで終わっちゃうから。あ、ひーちゃんのひろあく推し、とどろきくんって聞いてきてくれたの、ありがとうありがとう。え、とどろきくんいますよ。とどろきくんいるので、じゃあちょっとプレゼントします。とどろきショートさん、とどろきショートさんにもじゃあプレゼントしますめちゃめちゃあります。ちょっと後で開封します。全部なんですよね。いっぱいあります。タタ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 タストーリーを私は載せれてなかった。今なんか完了しました、ストーリーの図のアップロードが完了しましたって来たんだけど、あ、で大丈夫、あ、そうなんだ、よかったよかった。なんか、あ、本当だ、ちゃんと14分前になってた、ちゃんとなってたニヤニヤ顔乗ってたニヤニヤ顔になっちゃったんですけど、よかった、あ、よかったよかった。そう、最近ズーム覚えたからね、いっぱいインスタのズーム活用してます。そう、なんか今日告知されてた、私もさっき見て、詳しくはちょっとまだ分かってないんですけど、8月9日サマステの前に出演させていただくみたい、メンバースラジオに出演させていただくみたいです。何をするんだろう、ラジオ、メタバース空間、イベント内メタバース生配信ラジオ風番組、六本木メタメタレディオ夏のスペシャルシリーズに出演させていただきます僕らと一緒の情報力ってそう、サラピに聞いてちょっと発揮したね。去年とかもメンバー出演させていただいていたみたいで、え、アバターで登場できるの、どうなんだろう。ゆういちさん、推ししか勝たん、ありがとう。メタバース、そうなので、リアルなアバター、 3D のアバター楽しみです。
マイキューさんとチホさんとサラピと私、ちょっと詳しくはまた教えてもらいますまだみんなの知ってる情報しか多分知ってない。さらに盛りだくさんな8月になりそうですね。サマステ前なんだね。みーくん星10個ありがとう。じゃあ今日はこれぐらいで配信を終わろうかな。明日は金曜日か。なんかたくさんのいろんなもののレッスンがあるので、今からいろいろ瀬戸利立ち位置振りを確認しないといけないので、そろそろ終わりますわ。珍しい縦画面だったですけど、また気が向いたら縦画面で現れるかもしれませんめちゃめちゃ目が合っていますね。お疲れ様でした。こっち見ないでってこっち見ないで。じゃあ壇上読ませていただこうかな。ね、ティフがね一番近いね。ティフ物販もステージ後にお邪魔させていただくので、ぜひぜひ会いましょう物販でも会いましょうね。冷蔵庫グッズ気になるって、そう、なんかさ、今日私初めて実物見て、何のやつなんだろう、なんかサインとかしたんだけど、すごいね。初め私なんかそのさ、よくあるじゃん、冷蔵庫に貼るやつ、水道のがもし何かなった時はこちらまでみたいなのマグネット、冷蔵庫によく貼るマグネットあるんだけど、それ風のグッズが出てて新しく STU のグッズが出ていて、はじめ私なんかコラボしたのかなって思って、その水道の修理屋さんとかとそういうやつかなって思ったら、よく見たら違ってさ面白いんよ。なんか電話番号とか普通書いてるとこは生年月日だったりあ、すごい細かいって思って、だからちょっとぜひ冷蔵庫に貼ってみてくださいでももしね、水筒がなんか壊れちゃったりした時もそこに電話しても繋がらないのでそこは間違えないように
インスタフォローしてなくて焦って今フォローしてきたで、ありがとう嬉しいです、フォロー。という感じで新グッズもめちゃおもろでした。トラさん、おししかたたん、ありがとう。え、そのマグネットの新しいグッズってそのティフの物販で初めて出るのかな、どうなんだろう。じゃあそちらもぜひチェックしてみてください。という感じで壇上を読ませていただこうと思います。ででん、待って、縦画面にしたら壇上がどこにあるんだろう。え、あ、あ、え、ちょっと、あ、わかりました、ここにあった。ダダン、13位一光さん、12位トラさん、11位ヨシトさん、10位ヤマイさん、9位ケンちゃん、8位ユウイチさん、7位ヤンカーさん、6位ビルマさん、5位カズサさん、4位ユズキチさん、3位ヒューガヒャンさん、2位ヨウちゃんさん、そして1位ショウイチさんです。ありがとうございました。ありがとう。そして明日吉の方はゆうたさんです。おめでとうございます。パチ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 、うんうんうん、それじゃあね、皆さん今日も一日お疲れ様でした。よく頑張りました。8月1日じゃん今日8月1日じゃん、8月も一緒に頑張っていきましょう。ということで、これから仕事ファイト、今月もよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ、おやすみなさーい、またねー、おやすみなさーい、ゆっくり休んでね。